どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、JALPAY20% ポイントバックキャンペーンがですね、来ておりますので、本日はね、こちらの解説と、Dポイントですね、増量キャンペーンがですね、とうとう開始になりましたということで、本日はね、この2つね、解説、やっていきたいなと思います。ということで、JALPAYがですね、新しいキャンペーンをね、開始いたしました。いやね、JALPAYね、どうなんでしょうかね。私の周りで使ってるっていう人はですね、本当にゼロに近いぐらいいないんじゃないかなっていうぐらいね、まあ使ってる人ね、少ないと思うんですよね。まあ ANA Pay はですね、私もね、普通に使っておりますので、やはりね、ANA Pay のね、話題作りのね、うまさがね、まあ出てるのかなっていうところですよね。やはり Apple Pay に登録できたりね、まあ他のルートとかもね、絡めて利用することができるということで、まあお得系の人たちもね、この ANA Pay ってはね、かなり取り上げているわけなんですけども、まあ JALPAY ね、これからどうなっていくんですかね。これもApple Pay とか登録できるようになればね、またちょっと変わってくるかななんていうふうに思うんですけども、まあ、今回ね、JALPAYのポイントバックキャンペーンがね、来ております。今回のキャンペーン自体はですね、まあ普通にね、JAL 使われている方もね、いいと思いますし、まあ普通にね、お得系のね、意味でもですね、まあお得なのではないのかななんていうふうに思いますので、気になる方はね、ぜひ最後までご覧いただければなと思います。ということで、キャンペーンの内容ですね、公式サイトこういった形になっております。スマートフォン決済サービス、JALPAY 最大 20% ポイントバックということで、まずね、キャンペーンの詳細先いきますね。期間が2023年8月7月の7日から2023年10月の31日までエントリー必須っていった形になります。で、今回のキャンペーンですね。こちら最大 20% ポイントバックということで、一応ね、キャンペーンがね、2つに分かれておりまして、一つ目がですね、キャンペーン期間中にエントリーしていただいて、スマートフォン決済利用したお客様に 10% ポイントバック。で、こちらがね、月で積算上限がね、1000ポイント、JAL グローバルウォレットポイントでね、もらえるキャンペーンっていう風になります。こちらはね、月で 10% ポイントバックの上限1000 JAL グローバルウォレットポイントっていう風になりますんで、まあ、1万円使っていただくと1000ポイントがね、返ってくるキャンペーンっていう風になります。で、これ月でね、10% なので、8月10%。9月 10%、10月 10% みたいな感じで、まあ毎月ね1万円使うと、JAL グローバルウォレットポイントがね、もらえるっていった形になります。で、二つ目ですね。これにね、上乗せして JAL マイルね、1万マイル以上ね、チャージを行った方限定で、さらにね、10% ね、上乗せしてくれるっていう風になりまして、まあ、こちらを2つに入れると、20% ポイントバックキャンペーンっていう風になります。で、このね、で、対象のね、お客様ということで、期間中にね、エントリーしていただいて、JAL グローバルウォレットスマートフォン決済をご利用いただいた方っていう風になります。で、こちらのキャンペーンの積算時期は、2023年の11月の末頃をね、予定しているっていった形になります。で、こちらのキャンペーンのね、注意事項なんですけども、まずね、この JALグローバルウォレット、まあ、今回のキャンペーンは JALPAY のね、まあ、キャンペーンっていう風になりますんで、JAL グローバルウォレットっていうのは、フリペで、で、それをね、紐付け、まあ、前回の動画でね、やりましたので、もしね、気になる方はね、前回の動画ね、ぜひチェックしていただければなと思うんですけども、JAL グローバルウォレットもね、フリペでそのままカード決済として利用することができるんですけども、まあ、今回のキャンペーンはね、JALPAY のキャンペーンっていう風になりますんで、JALPAY で決済されたものはね、カウントに入るっていった形になります。ですので、フリペでね、まあ、利用した分に関しては対象外になります。で、積算されるのはですね、2023年の11月の末頃にね、付与ということで積算されるんですけども、こちら有効期限がですね2024年の1月末までということで、だいたいね3ヶ月ぐらいですか、しか11月12月1月はそうですね、3ヶ月ぐらいしかね、こちら有効期限がないポイントで付与されるっていう風になりますので、こちらね使い忘れないようにね、本当に注意ねしていただければなと思います。3ヶ月ってね、なかなかあっという間に過ぎて、またね前回のキャンペーン私参加しましたけども、ポイント付与しましたみたいな通知はなかったと思うんですけど、もしかしたら私が通知切ってるだけかもしれないですけどね。はい。ですんでね、ひとまず忘れないようにね、していただければな、なんていうふうに思います。で、このね、一つ目のキャンペーンに関してはですね、先ほど言った通り、毎月ね、10% 取れるキャンペーンっていうふうになりますんで、まあ、こちらね、8月に1万円使えば 10%、1000ポイントね、返ってくるっていうふうになりますし、9月、10月でもね、同じように戻ってくるっていうふうになりますんで、こちらのキャンペーンはですね、この JAL、JALPAY がね、利用することができるお店であればですね、こちらね、1万円使ったらね、1000ポイント、まあ、この1000ポイント
はね、1ポイント1円でね、利用することができるっていう風になりますんで、こちらはね、かなりいいのではないのかなと思います。ですので、もしね、利用されたいっていう方はね、この一つ目のキャンペーンだけね、狙っていただくのがいいのかなっていうところですかね。まあ、二つ目のね、キャンペーンっていうか、この上乗せされる部分に関しては、1万マイル以上ね、チャージしないと、このね、さらに 10% の上付けっていうのはね、利用することができないっていう風になりますんで、まあ、1万マイルってなかなかですよね。はい。まあ、前回ね、私はちょっと入金の関係でね、JAL マイル投入しちゃいましたけども、まあ、あれはね、動画を撮るたびにね、チャージしましたけども、まあ、普通にね、JAL マイル貯められてる方はですね、チャージして、使ってしまうっていうのは、まあ、基本的にはね、もったいないっていう風になりますんで、まあ、これはね、スルーでいいんじゃないのかな、なんていう風に思うんですけども、まあ、マイルが余裕があったりね、もう使い道がないっていう方は、まあ、チャージしてしまってもね、1ポイント1円、またね、1万マイルチャージすると、1万1000、JW ウォレットポイントになるんですよね。はい。まあ、そのキャンペーンもね、まあ、こちらで、まあ、やっているっていう風になりますんで、まあ、もしね、まあ、そういった状況であればですね、利用するのもね、いいのではないのかなと思います。それでは次にですね、ちょっとね、ポイントバック例がね、公式サイトに載ってますんで、ちょっと見ていきたいなと思うんですけども、期間中にコンビニエンスストア、スーパーで複数回スマートフォン決済を利用した場合ということで、8月に1万円を利用した場合、8月に1万マイル以上マイルチャージを行った場合は 20% ポイントですね。こちらは1万マイルをねチャージしてますよね。ですので、まあ 20% が取れると。まあ、もししてなかったら 10% で1000ポイントになるっていう感じですね。で、8月と9月、各月に両方ともね、8月に1万、9月に1万使った場合はどうなるのかっていう話ですけども、8月に1万マイル以上チャージを行った場合は、ポイントバックは20%で2000ポイントですね。で、9月はマイルチャージをしなかった場合は、まあ、1000ポイントになりますよっていう風になりますんで、まあ、こちらね、先ほど言った通りね、まあ1万マイル以上ね、チャージする方はまあなかなかいないと思うんですけれども、まあした場合はね、こういった感じになります。で、次にね、スマートフォンのね、この JAL Pay とはという話で、まあ前回ね、こちら軽くやったんですけども、まあ実際ね、支払いに行ったりもしたんですけども、まあ JAL Pay っていうのはね、結構恥ずかしかったりしたんでね、ペイサービスでみたいな感じで言ってもね、通じると思うんですけども、JAL Pay はですね、このスマートコードにね、対応してるっていう風になりますんで、まあこちらもね、利用することができるっていう風になります。で、このスマートコードはね、利用できるお店なんですけども、こちらね、セブンイレブン、ファミリーマート、ポプラ、ローソンということで、コンビニはね、基本的には利用することができるっていう風になります。で、ドラッグストアとかね、また本当にいろんなところで使えますんで、まあ利用先でね、困るっていうことはほとんどないのではないのかな、なんていうふうに思いますので、まあこちらね、公式サイトから見れるようになっておりますんで、気になる方はですね、ぜひね、チェックしてください。で、このね、JAL Pay ね、どこで使うのがおすすめなのかっていう話なんですけども、まあ、いろんなところで利用できるんでね、先ほど言ったところでもいいと思うんですけども、やはりおすすめはここですよね。機内販売。はい。10% 割引でね、利用することができて、まあ、1万円使ったらね、300マイル、獲得することもできるっていう風になりますんで、機内販売ね、まあ、私も、いつも動画で言う。結構出してると思うんですけども、国際線のビジネスクラスが乗ったらね、まあ、いつもお酒をね、買ってるんですけども、そういうものもね、10% 割引でね、買えたりいたしますので、これはね、かなりおすすめです。で、またね、ブルースカイね、空港にね、ありますよね、ブルースカイね。こちらでもね、5% 割引、またね、ボーナスマイルもね、獲得することができるっていう風になりますんで、まあ、このね、空港でね、何か利用する際は、まあ、JAL Pay ね、思い出していただいて、利用ね、していただければなと思います。まあ、それ以外にですね、JAL Plaza であったり、コラールウェイっていうね、ここちょっと私はこれお店わかんないですけども、まあ、こういうところでもね、利用することができますので、ぜひね、利用していただければなと思います。でですね、機内販売でどうやって利用するのかっていうところで、結構疑問だったんですけども、私も。国内線でね、利用する場合は、この後ね、QR コード読み取るから、支払いね、していただいて、機内の無料 Wi-Fi ね、接続して、利用するっていう感じなんですね。ちょっとね、これどうなんのかな、なんていうふうに思ってたんですけども、まあ利用方法ね、全部記載されておりますんで、まあ今後ね、まあ私も、もしね、また JAL のね、ビジネスとか乗ったらね、お酒買うんでね、その時また利用したいなと思うんですけども、まあこういった感じでね、
すべて、やり方ね、書いてありますんで、まあ、機内 Wi-Fi はね、オンになって利用しないとね、この JAL Pay っていうのはね、利用することができないっていう風になりますんで、まあ、国際線でもね、利用することができるっていう風になりますんで、まあ、特にね、通信にお金がかかるみたいな記載もないので、まあ、これはね、普通に利用できるのではないのかな、なんていう風に思いますんで、まあ、今後ね、利用される予定のある方はですね、ぜひね、チェックしといていただければな、と思います。まあ、割引で買えるんだったらね、これで買った方がね、まあ、お得っていう風になりますんでね、この点はぜひね、覚えておいてください。それでは次にですね、Dポイント増量 10% 増量キャンペーンですね。とうとうね、夏、またね、開催ということで、こちらね、発表自体も結構前にあったんですけども、まあ、実際に交換できてね、この増量キャンペーン対象になるのが、8月1日からっていう風になりますんで、今回の動画でね、ちょっと挟みたいなと思うんですけども、ちょっと公式サイトね、見ていきたいと思います。まずね、Dポイント増量キャンペーンということで、こちらね、Dポイントにいろんなところから交換していただくと、10% もらえて、期間限定用途ポイントがね、もらえるキャンペーンっていう風になります。で、キャンペーン期間がですね、もうエントリーがね、開始になっておりますんで、今後利用する方はね、この、ちょっと見切れてますけども、エントリーからしていただいて、期間がね、8月1日から8月31日までっていう風になりますんで、どっかのポイントからね、この D ポイントに交換すると、通常の D ポイントは別に 10% もらえるね、キャンペーンっていう風になります。これね、めちゃくちゃお得っていう風になりますんで、JAL マイルをね、貯められてた方、ポイントサイト等々で貯められてた方は、このタイミングでね、JAL マイルに交換して、D ポイント経由でね、交換していただければですね、JAL マイルもね、通常分として交換することができて、さらにね、10% 期間用途で限定ポイントがね、もらえるっていう風になりますんで、Dポイントにですね、1万ポイント入れて、で、それを5000マイルに交換していただければですね、5000マイルとプラス、1万どっかのポイントからね、交換していただければ、10% ということで、1000期間用途限定ポイントがね、もらえるっていう風になりますんで、こちらね、非常にお得なんで、このタイミングでね、Dポイント経由でね、JAL マイルに交換していただくのね、かなりおすすめっていった感じになります。で、こちらのキャンペーンのね、詳細なんですけども、まあ、参加条件っていうのは本当に簡単で、このね、利用者登録をしていただいて、またね、エントリーしていただく、それでね、交換していただくだけでね、10% 増量つくっていう風になりますんで、こちらね、非常に簡単っていう風になります。概要欄にね、こちらも載せておきますんで、まあ、これね、普通に個人情報を登録して、で、こちらはエントリーするだけでね、このキャンペーンで参加できるっていう風になりますんでね。ぜひね、利用してください。で、今回のね、キャンペーンの参加企業ということで、ここだけね、ちょっと注意していただきたいなと思うんですけども、私がね、お勧めさせていただいているポイントサイトね、まあ、ほとんど対象なんですけども、d.money ですね、基本的にはね、どのポイントサイトも、まあ、私が紹介しているものに関してはね、.money にね、ルートが通っているっていう風になりますんで、まあ、どっかからね、直接、Dポイント交換していただいて、まあ、キャンペーンがね、対象な、まあ、ハピタスとかだったらね、普通に、直でもね、キャンペーン対象なんでいいんですけども、もしね、キャンペーン対象じゃないとですね、もったい出ないですので、まあ、基本的にはね、ドットマネーを経由して、まあ、交換していただくとですね、まあ、間違いなくね、10% 増量乗せられるかな、なんていうふうに思いますので、この点はね、覚えておいてください。まあ、直接ね、このハピタスとかね、ニフティポイントとかね、あとはペックス、あとポイントインカムとかね、ありますけども、中にはね、ないポイントサイトとかもね、ありますので、軽く見るとね、確かポイントタウンが今回なかったのかな。はい。ですので、まあ、もしね、基本的にはね、もう、ドットマネーね、利用することができるっていう風になりますんで、ドットマネー経由でね、交換していただくのがね、いいのではないのかなと思います。そうですね。はい、ないですね。この GMO ポイ活ってね、この GMO って本当にね、いろんなサイトを運営してるんで、これね、また違うポイントサイトなんですよね。はい。ですんでね、基本的にはね、ドットマネーを経由して交換していただくのがね、おすすめっていった感じになります。でですね、この D ポイント期間用途限定ポイントね、もらってどうするんだっていう話なんですけども、これはね、もう今までね、何回も紹介しておりますんで、概要欄にね、その時の動画載せておきますんで、ぜひね、そちら確認していただければなと思うんですけども、この D ポイントの期間用途限定ポイントっていうのは、99.7% で現金化することができます。こちらね、日興フロッキーっていう証券会社を通してね、利用するわけなんですけども、そのやり方もですね、全部ね、実際にやったのね、動画出ており
りますので、まあ、そちら見ていただいてですね、現金化ね、したい方は、まあ、現金化ね、していただいて、まあ、D ポイント自体はですね、まあ、ハワイで利用していただくのはね、私としては非常におすすめなんですけども、まあ、そうは言ってもね、ハワイ行かないという人もね、たくさんだと思いますんで、この D ポイント自体はですね、まあ、今 D 払いでね、利用することができるっていう風になりますんで、まあ、利用先で困るっていうことはね、ほとんどないのかな、なんていう風に思うんですけども、まあ、本当に D 払いも使わないっていう人は、まあ、証券会社経由にはなりますけども、現金化していただくのはね、まあいいのではないのかなと思います。まあこういった感じでね、利用していただければ、まあプラス 10% 現金でもらえるっていう風になりますんでね、はい、ぜひね、こちら参加ね、していただければなと思います。ということで今回ですね、ジャルペイ最大 20% ポイントバックキャンペーンと D ポイント増量 10% 増量キャンペーンね、解説させていただいたわけなんですけども、ジャルペイね、これから ANA ペイを越すね、話題性を埋めるのがね、ちょっとここはね、楽しみなところですよね。まあこのジャルペイはですね、ジャルペイ自体の機能にですね、外貨のね、交換とか、ATM 出金とかね、そういうのがあるので、まあ、クレジットカードからチャージできるようにはね、多分なれないんですよね。だからまあ、そうするとね、カード利用金額の現金化みたいに繋がっちゃうんで、まあ、そうなるとね、多分そのルートは開設することができないので、まあ、そうなるとね、どうなるんだろうっていうところはね、ちょっとあるんですけども、まあ、ANA Pay がですね、本当にね、一世を風靡するぐらいですね、話題になりまして、まあ、ちょっとね、ルート塞がれたりとかね、してますけども、まあそれでもね、まだ ANA Pay ね、非常にお得に利用することができますので、今回ね、JAL Pay のキャンペーン来ましたけども、今後ね、どういった感じになるかね、ちょっと楽しみですよね。この ANA のね、社長が結構前の会見で言ってたと思うんですけども、やはりね、SNS をね、話題性を作ることにね、結構注目しているようなんですよね、ANA は。まあ本当にその通りだな、なんていうふうに思いますので、まあ今後ね、どうなっていくかね、非常に楽しみですね。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録、ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントね、やっておりますんで、ぜひね、チェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。